騙されるな。FGO で楽するためにリセマラするなら、ヘラクレス一点だ。FGO は最初のガチャで星4キャラがランダムで1確定でもらえるチュートリアルガチャを引くことになります。ジークフリート、ガーミラ、ランサーエリザベート、エミア、タマモキャット、ライダーマルタ、ライダーマリー、デオン、ステンノ、ヘラクレス。いわゆるリセマラガチャだな。単発ガチャに比べると現実的な試行回数で狙える。なぜこの人たちなのかというと、初期に実装された星4サーバントだからですね。こんなプレゼントもあったぞ。さすが英雄王。雑種に優しいぜ。で、この動画の趣旨として気に入ったキャラがいなければ、ヘラクレスが出るまでリセマラ、ということがテーマだ。いわゆる、性能中、観点ですね。これから参入する人もいるでしょうから参考にしていただければ幸いです。なぜヘラクレスかというと2点。サイリンが間に合わなくレベルが低い状態でも火力がある。絆霊装のおかげで星5にも引けを取らなくなる。このサイリンというのはいわゆる上限解放だな。まずヘラクレスのクラスはバーサーカーです。FGO のバーサーカーは、ほとんどのクラスに対して戦い方が変わらないクラスです。基本的に FGO は有利クラス以外で戦うことは、無謀なゲームシステムになっています。ですがバーサーカーは大半のクラスに対して受けるダメージが2倍の代わりに、与えるダメージが 1.5 倍。数値で見ると弱く感じるが、バーサーカーとルーラー、アベンジャーは攻撃補正でアタック 1.1 倍補正があるから、実プレイでは強い。例外はビースト、フォーリナー、そしてシールダー。ビーストの一部やシールダーにはバーサーカーでも当倍。一方フォーリナーはバーサーカーの攻撃を半減するバーサーカーのメタクラスですが、ビーストやフォーリナーと戦う機会は序盤にはありません。後で考えれば良いでしょう。シールダーは現時点ではマシュ一人だけです。仮に敵シールダーが出るとしても 2V 以降の話かイベントだと思うので気にしなくても良いかと。シナリオ攻略においてバーサーカー育てると何が良いかというのは、どのクラス相手にも使いやすいってことだな。FGO ってのはアザナシシの調整により、素材が非常に手に入れにくくなっている。それによって上限解放させるための素材も大変なんだが、各クラスごとのサーバント用に集めるとなると序盤では結構辛い。だからこそバーサーカーに素材を一点集中させるというのは効率的に感じるんですよね。世界で一番頼りになる女の子、ナマシュがサイリン素材を必要とせず、スキル素材がリーズナブルなのと合わせてピンポイントで育成してほしい。種火は必要だけど、まあ種火はなんとかなるから。素材は主要だから。それより最初の頃は高レベルのフレンドサバに敵を倒してもらうことになると思います。具体的に第5得意点くらいまで。でもたまにフレンドサバのカードがなくて攻撃が間に合わないということもあります。そんな中で自前のヘラクレス自身も鍛えて敵を倒せると攻略速度が大きく変わると思うんですよ。また、受けるダメージが大きい、というデメリットだが、ヘラクレスには1ターン敵の攻撃を回避する、心眼、スキルと、1回やられても復活するガッツ効果を持つ、戦闘続行、スキルがある。回避とガッツは敵の火力に関わらず性能能力を高める両スキルですからね。また3ターンと長い時間、自分の攻撃力を上げる、勇猛、スキルもわかりやすく強い。何も考えず使える。ヘラクレスさんは単体宝具、であることも特筆すべきことですね。FGO は宝具という必殺技でダメージを稼ぐことが多いのですが、その中で単体にダメージか、全体に分散してダメージの2つで分かれます。基本的に単体の方が火力が高いです。だからボスキャラには単体宝具を打つことが多いです。その中でバーサーカーは低レアだと全体宝具に比重が偏っています。星3以下ではヨフさんしか単体持ちのバーサーカーはいません。単体バーサーカーは星4、星5に偏っています。ヨフも瞬間火力は高くて使いやすいキャラだが、無料ガチャで集めるまで時間はかかるだろうし、育成費も骨をいっぱい食べるからきつい。ヘラクレスをリセマラして最初から頼りにしていくのも一つの手だと思う。他の星4星5サバはピックアップタイミングの問題もあるしね。またバーサーカーキャラはタマモキャットもそうなのだが、彼女は性能だけで見るなら2018年4月時点では、ちょっと物足りない。星3以下にも多数いる全体宝具バーサーカーなこと、
宝具を撃つとスタンしてしまうこと、チャージ減の確率などちょっと物足りない。キャット自体はアビーやリップのバレンタインを手伝ったりしてくれるいいやつで可愛いんだけどね。性能ディスはサバディスじゃないぞ。カノーディの強化次第で変わってくるかもしれませんと付け加えておきます。同じチュートリアルバーサーカーとしてのキャットも少し語ったが、ヘラクレスの強みは最終装備である絆霊槍が強いことも挙げられる。この絆霊槍とは絆レベル10まで上げると手に入る専用装備です。絆レベルは編成に入って勝利すると上がります。レベル5以下までは楽に上がりますが、それ以上は異常なまでにゲージが溜まりにくくなっています。だから長い時間、編成に入れて戦闘を繰り返すことが絆霊槍獲得には必要となるわけですが、ヘラクレスを最初からリセマラすることで毎回編成に入れやすくなる。つまり絆レベルが上げやすくなるわけですね。で、絆霊槍はいかんせんピーキーな性能をしてるのが多く、変な霊槍のキャラは使わないことも多い。だがヘラクレスの絆霊槍はランクが違う。ヘラクレスの絆霊槍はガッツ3回を自分に付与します。最後に1人残った状態で耐えるとスキルを含めて5ターンは確定生存できます。ラスボスを1人で撃破というのは、この絆霊槍による効果が非常に大きいと思われます。ぶっちゃけヘラクレスは、この絆霊槍のおかげで星5サバにも決して劣らない強しサバであると言える。オルタニキも耐久バーサーカーで強いんだけど、ヘラクレスはしんがり性能が半端ないんだ。バーサーカーの欠点である耐久性の薄さを絆霊槍で補える。編成のしんがりに入れておくと彼に助けてもらえる機会が多くなるだろう。かといって絆霊槍がなければ弱いということもなく、序盤から使える性能してるのは先に語った通りです。序盤なら、1回攻撃を回避する吉野海、B カードを強化する緑の波音などを持たせても十分強いです。序盤から終盤まで使っていける。それがヘラクレスだ。戦力だけ求めてリセマラするならヘラクレスだ。バーサーカーは世界で一番強いんだから。イリアちゃんもそう言っている。イアソンも多分同じことを言う。狙ってヘラクレスを取れる機会はチュートリアルしかないのだ。でも他のサーバントに思い入れがあるならそちらを選択しても良いと思いますね。あくまでこの動画は性能ならヘラクレスと言ってるだけで、好みを押し付けるわけじゃないからな。まあウプ主はイリアちゃんのバーサーカーかっこいいから好きだけどな。ヘブンズフィール劇場版での活躍にも期待がかかります。ヘブンズフィールルートのエミヤシロウ対バーサーカーは、ベストバウトの一つでしょ。それはそうと他のサーバントについてもざっと解説していきます。ガミラ、星4単体アサシンでは最強クラス。ヘラクレスの次くらいにおすすめの一人だ。でもジャックイルと使う機会が減る。エミヤ、使いやすい全体アーチャー。ウプ主もリセマラで狙った。それでもやぬいたエリュー王がいると使わなくなる。回避持ちは序盤役に立つし、クリティカル火力も最終的な強化スキルで跳ね上がる。実に星4らしい性能。過去作の活躍機会は多い。シリーズおなじみキャラなので、彼の活躍の姿見たいならしていないと見るか、エッツトラシリーズ遊ぶかしても堪能できる。エッツトラだと無名だけどね。ヤリエリザベート、バットでバフが使いやすい全体ランサー。最近、ホール強化がって火力が改善された。使いやすいサバではあるが、ランサーアルトリアオルタやカルナの方が早い。エリちゃん自体はハロウィンでやたら増える。またエッツトラ CCC はぜひ押さえておいてほしい。オークボルミの叫びは名演。タマモキャット、全体バーサーカー。周回性能面から見てもバーサーカーランスロットや寄り道に比べて見劣りするようになっていく。でもいいやつ。ジークフリート、全体セイバーはあんまり差がない。火力はあるんだが相手を選ぶ。ジークくんとドリームタップ組ませたい人なら狙っても損はないと思うぞ。こちとらフッツのゴルドやぞ。ライダーマルタ、独自サポーターみたいなこと言われてるが、本当に極一部のクエストで使うかどうか、その火力はあんまりない。どうしても早見沙織が好きな人以外には初手はおすすめできない。一方、水着のルーラーマルタさんは、アタッカーとしてめちゃくちゃ使いやすい。夏の復刻を祈ろう。ライダーマリー、かわいい。耐久性があるが火力がからっきし。水着キャスターマリーなら星海サポーターとして多少まともに使えるので、やはり復刻を待とう。マルタにも言えるけどなど光玉早く直して。レオン、かわいい。3ターンターゲット集中効果は便利といえば便利だが、これを取得するにはサイリン3段階必要ということを忘れてはならない。テイラーライダーのデオルギウスもサイリンさせずに3ターン集中で盾役ができるし、星を吸う代わりにデオンよりコストも低い。あとデオンはホーグがあんまり役に立つ機会が少ないデバッホーグなのもきつい。強化、ねえよ、そんなもん。でもかわいい。ステンノ様、かわいい、マジ美しい、それだけ。ステンノさんは攻撃ホーグじゃないので、性能面では大外れです。スキルも特別強いわけではありませんから。エウユアレに比べてやる気なさそうだから多少はね。でもかわいい。ウプ主の主観だとこんなところかな。性能だけで見るならヘラクレスがユニークな絆霊槍持ちだから、面倒くさいリセマラで狙う価値はある。キャラとしてもエリアを守るために狂気に耐えながら守ろうとする熱い男なんだけどな。プリズマ先輩で、10年くらい待ってた展開がありましたね。やはり、バーサーカー、
さんはイリアさんの運命なんでしょうね。どうしてもお気に入りキャラや可愛いと思ったキャラがいるならそっちで良いよ。でもこれから FGO を始める人で他のチュートリアルキャラが気になった人以外は、ヘラクレスをおすすめしたい。きっと後悔しないと思う。それでは長時間のご視聴ありがとうございました。